この大事な一戦、全員でハードワークを見せて勝ち点3をつかみ取りました。この結果をどう評価されますか？いやもう、嬉しいですし、まあこれぞ神戸っていうねサッカーができたと思うし、まあそれも、チーム一丸となった結果ですし、何よりサポーターが最高の雰囲気を作ってくれた結果だと思います。はい、本当に緊張感のある試合でいい守備からいい攻撃を見せて相手の良さを出させませんでした。このことについてはいかがでしょうか？そうですね、自分たちらしさが出たと思うし、ただ相手チームも、素晴らしいチームだったと思います。はい、今日は先発に荻原選手を起用して山口選手とのダブルボランチのような形で入りましたけれども、狙いと結果をどう感じらしますか？そうですね、よりアグレッシブに前から行きたかったので、運動量のある高尾を起用しました。はい、そして堅い守備を見せていたセレッソから見事に先制、あの面をどうご覧になりましたか？そうですね、狙い通り背後を狙いましたし、大樹がねよく決めてくれました。はい、1点リードしてからもパトリック選手や井野選手を効果的に投入、監督の意図が本当に伝わった試合でしたね。そうですね、緩めないっていうところをね、体現してくれたと思います。はい、貴重な勝ち点3を積み上げ、次節はいよいよ2位の F マリノスとの一戦です。そうですね、まずしっかり、選手たちは休んでもらって、またそこに気持ち持っていきたいなと思います。次の一戦、サポーターにどんな戦いを見せたいですか？いやもう神戸らしさを見せたいなと思います。はい、おめでとうございました。